マルクス・ニコレー・パウスは、ノルウェーの作曲家である。室内楽、合唱、ソロ、競争曲、管弦楽曲、オペラ、公共曲、テレビ、劇場、映画音楽の作品を作曲している。2010年には、オスロ・オペラフェスティバルの芸術監督を務めた。父親は、有名なトレバドゥールのオール・パウスであり、何度か共演している。調整。 メロディーの伝統を変えた彼の作品はノルウェーのみならず、世界中から賞賛されている。有名なトルバドゥールのオール・パウス、元歌手のアンネ・カリン・ストロムの間に生まれる。パウス家は16世紀のオセロの貴族であり、後に2世紀にわたってアッパーテレマークを統治した。祖父は過去にノルウェー軍の少女であり、ナトーの役人でもあったオール・パウスである。 彼の両親は両方とも著名人であり、1979年の結婚式と彼の首相はノルウェーで大きなニュースになった。パウスはオスロワールドオフスクールに入学した。高校生の時、ハリウッドのミュージシャンズ・インスティチュートで2つの書き講座を受講した。1998年から2002年まではノルウェー国立音楽アカデミーで学んだ。 18歳で彼は作曲家プログラムで受け入れられる、最も若い学生の一人になる。卒業後、彼はニューヨークに行き、2003年から2005年までの間、マンハッタン音楽学校で学ぶ。ニューヨークでは、リチャード・ダニエルプールの下で学び、彼のアシスタントを務めた。オスロ、ニューヨーク、ロンドン、ベルリンに住んだことがある。2015年に、 アンネ・フランクの日記を題材にした合唱曲、いまだに残る美しいものをノルウェー少女合唱団の移植を受けて作曲。また、同年、ベルゲンフィルハーモニー管弦楽団奏率250周年を記念してティンパニとオーケストラのための競奏曲を作曲した。パウスの作品は伝統的な作曲法と現代的な作曲法がうまく組み合わさっている。また、 バイオリンとピアノのためのラスルリアンスコホロ、フルート競争曲など、民族音楽から影響を受けた作品もある。弦楽オーケストラのための二つの序章的な作品の、うち、ファニトゥルは、ノルウェーのフォークミュージックから影響を受けている。十代の頃、パウスは、プログレッシブロックギタリストとして活動した。チェロ・ソナタの第二楽章のスケルォや、ソロ・チェロのための三つの楽章の第三楽章は、 この経験に影響されている。2007年に彼は自分を文化的、保守的な非近代主義者と表現した。2013年のインタビューで彼はモダニズムに反対しているのではなく、音楽スタイルと影響の多様性及び伝統にヒントを得たより大きな音楽スタイルの受け入れを支持していると述べた。2017年のインタビューで1990年代後半に 無調の現代音楽の作曲家に追放されたと感じたが、ありがたいことに状況は今ではかなり異なり、より寛大になったと述べた。多くのノルウェーのソリストと共演しているほか、音楽以外の分野の人物ともコラボしていることで知られている。画家やダンサーとコラボしたことがある。ありがとうございます。